こんにちは、ハードフォー大好き、レトロゲーム大好き、おやじでございます。今日はね、こちらに来ました。今ブックオフは見てきたんで、ハードオフとオフハウフ見に行きたいと思います。よろしくお願いします。はい、ってことで、やってきましたけど、ここはね、ファミコンとかがブックオフに流れちゃってるんで、ゲームがね、かなり少ないんです。タイムツイスト、ゼルダ、目指せ三冠王。ディスクシステムがちょっとあるけど、これといってめぼしいのはないかな。ハードも置いてないな。一応ね、 PC エンジンが置いてあります。ゲーム起動できました。天の声付きで8640円、 Wii も1800円だから安くはないな。ここら辺が一部ジャンクコーナーかな。 Wii なんかは324円だから。買い物中の皆様、ゲームウォッチ、ドンキーコング2160円、状態はあんまり良くないかな。あとここら辺にファミリーベーシックがあって、あ、でもこの Xbox 324円だな。これがちょっと安い気はしないでもないけど、なんか324円、これも324円、安い気がする。アダプター320円、アダプター安い。あ、これセガのメガドライブのアダプターだ。ってことはメガドライブのコードがあるかな。メガドライブのちょっと探す。ダメでした。メガドライブの AV ケーブルちょっと探したんだけど、なかった。アダプターがあったからあるかなと思ったけど、アダプター3個あるからいらないんだよな。 AV ケーブルの方が欲しい。あんまりなんか遊戯王ばっかなんだよな最近。こんなのあります。優勝記念324円、ファミスタがこんな感じで86、89、91、324円じゃ高いな。ファミコンもちょっとあるんだけど、よくあるパターンだな。特にレアなものはなさそう。プレステ3と、あ、信長の小説、汚いな。信長の、なんか掘り出せればと思うんだけど、そんなに。トリッキースライダーする。プレステ2、特にない。これ本当にブックオフの方にね、ちょっとゲームがいっちゃってるんで、レトロゲームがないんだな。かといってブックオフの方もね、もうだいぶ商品もね、あんまり変わってなかったんだよな。ATV ライダー、ラジコンか。こんな感じでね、ちょっとね、少ないんだよな。スーパーファミコンとかもちょっとあるんだけど、若干少なめでありますね。こっち側もパソコンがね、あ、パソコンじゃないな、プリンターとかか。
かせっかくだからちょっとでも面白いものがあればなとは思うんだけど、あんまりないんだよな。ちょっとオフハウス見るか。何プリキュア。パンチホッパー。パンチホッパー。何これ。魔法使い。同じ。これは安いな。これ。あまりおもちゃもないです。はい、ということでね、最後ちょっとだけブックオフさんどんな感じか撮らせていただきました。ちょっと早めの動画の流れだったんですけど、ご勘弁ください。はい、それではね、ご視聴の方ありがとうございました。それではまた、カンティニュー。